激うま豆腐と明太子の納豆アヒージョ夫婦円満編。納豆アヒージョ、耳なじみのない料理だが早速作っていこう。我々人類は今まで意外な組み合わせの食べ物をたくさん食べてきた。生ハムとメロン、酢豚にパイナップル、チーズに蜂蜜、目玉焼きにソースをかけて食べる人もいた。どの組み合わせもそれぞれの食材が己の個性を存分に主張し、互いに理解し手を取り合う。我々はまずそれらをじっくり吟味する。見た目と香り、そして経験則、このすべてを使い料理を隅々まで観察し予測する。そうすることで初めてこの型破りな組み合わせを食することができる。だがしかし、今回の組み合わせは正直前例がない。アヒージョって普通エビとかタコとかマッシュルームとか入れるんじゃないのか。豆腐に長ネギ、そして明太子まで、なんだか日本のお鍋みたいだ。勘違いしないでほしい。俺は今不安なわけではない。ワクワクして胸が高鳴っているんだ。これぞ未知との遭遇。アクセントにスイートバジルを添えて、いざいただきます。